よし、皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。今日のレビューはこのやつこの VTAC の2ポイント V バージョン2の第2番のスリングですけど、これは確かに特別のやつは2ポイントのスリングはすごく昔からでもあったけど、まあ使いやすいとかよくハンティングの字はただレザーのやつが使えるとかは、まあ2ポイントは超人気のやつですね。まあまだ SF の特別分隊がまあ使えるとかそれだけじゃなくて、はいろいろな人は一番人気は確かに1ポイントですけど、1ポイントは使ったら1ポイントでちょっと邪魔するとスリングがあるので、まだ動くの時はちょっとバーンバーンバーンがするですね。まあそれ以外2ポイントはちゃんと設定すれば、みんな右の手は使える。そう、3ポイントでも中にはスリングがあると右から使えるけど、左は動けない。ここには邪魔すると喉にはチーとクッキーを止まると、それがそれで3ポイントは拳銃が使えないの時はいいですけど、一番一つだけ使えるのは MP5 ですから、ちょっと短いといっぱいの行く場所があるのでこれがいいけど、まあ古いのスタイルから2ポイントは1ポイントでも一番いいけど、この2ポイントは友達のライカさんからおすすめので、なんだろうを考えたと、ここにはすごく柔らかいのやつ、重いの拳銃でもちゃんとスプレッドからそんなに重くないの感じるになるとか、このやつにはこの特別のクイックアダプターので、ここはちょっと柔らかいとタイトにもできます。拳銃は動くないのために、それでピストルが必要とかよく使いやすいですね。もうそれだけ、ここには押したらもっと開けるとちゃんと使えるとか、パン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 がいいですね。パンパンだけじゃなくて、もしかしていきなり脚立じゃなくて階段じゃなくて、ラーダーがあればこれでは動けないでしょう。それで今日の特別の秘密はここから左の手はここに打ってて、この手は前にとちゃんと背中に入ります。今はちょっと留守だね、ちょっと下すぎから、またこのストラップに押してこうになります。これであまり動けないと、これはちょっと長いけど、それから脚立を使えると上に来ると敵があるとパンパンするから、もう狙撃の場所が必要から、ここに押してまたこれで切って下左、それはつまりここから後ろからすぐ前に、それだけじゃなくてこのちゃんと使えるのスリングがあれば、ここにもちょっと押したらもうちょっとタイトのでちゃんとサポートにできます。もうちょっと当たりやすいになると、それだけじゃなくてこれは首だけに使えるの感じけど、首だけに使ったら、まあこれはちょっとおかしいけど左の手でも使えます。バンバンバン、右の手バン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 、左の手バン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 、まあちょっとだけやばいけど、これはお菓子の場所になったらここ使いづらいけどまだできます。それとかもっとしっかり短くてバン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 、右のバンバン、それは確かにジョットのやつ。この2つには第2の番はここにはこのカバーにもあるけど、中にはこの2つのリングがあります。このリングのやつで、それはちゃんと設定に、一つはこのストックには、もう一つはこのスウェバルマント。これは確かに長いからいろいろな人は切るから、僕は切るの方がやりたくないので、この特別のマジックテープに入れたと、これの感じになりました。
まあこの方がいいですけど、これはちょっと前にはこれはよく動けないとちゃんと守るので、それとこのスイングのことのでちゃんと使ったら左の手でもいらないと、この感じでもまあおかしいけどできるの 話だけですけど、それからちょっとサポートの感じるのをこれなったらここに寄せて、と剣士はちょっと自分の感じるに使えるね。よいしょ。確かにここにも VTAC の情報がありますと、この特別のレーダーストラップにも VTAC がいます。まあとこのスリングは確かに便利とか1ポイントがずっと使えてる、これはまた使い慣れないと拳銃でも使いやすい、ピストルでも確かにちょっとのやつ、それこれがまあもしかして1ポイントより今日からこれは一番おすすめになります。じゃあこのレビューはこのままでいいと、何か質問とかコメントに出してとすぐ答えを出す、できればまあ仕事の時はちょっと答えできないけど、すぐ休憩と仕事の後には答えをあります。まあこのビデオを見てのはありがとうございました。じゃあ皆さんまた今度ね、お疲れ様です。